キー輸用車として登場した5300系と1030系。より古い機器を使っている方が長く残る、その理由とは一体何だろうか。おはこんばんにちは。3700系です。2200系です。3150系68です。毎度ご視聴ありがとうございます。今回は第5回や第3回です。あの謎の2回のせいで第5回と言いかけたじゃないウプ主。それと今回の出演が女だけとかボーゲームを連想させるようなことしないでよ。いえお嬢様、そんなことはないようです。今回もゲスト様がいらっしゃいます。お、帰れ。いえ、この電車です。初めから荒れるって、何なのこの動画。俺は5700系だ。前置きを長くしすぎると視聴者様が嫌がるだろ。そろそろ始めないか。またかよ。まず車両解説から。俺、5700系は、1986年に JR 東海に対抗するための車両として登場した。名鉄はとにかく金がない。そんなわけで一部の車両は、完全新製ではなく一部機器を有用して製造された。一部といっても、完全新製の5700系が4両編成5本に対し、機器有用車の5300系は、4両編成8本と2両編成5本、42両、完全新製の方が少なくねえかー。というわけで5300系について、種車は、1955年登場の初代5000系、1957年登場の5200系、5000系は当初4両で落成し、1957年に中間車を追加した、5200系は2両編成で落成した、1964年に4両編成化のため、5000系の中間車2両を5200系に組み込んだ。ただし、5209編成については2両のままだった。その際、5000系と5200系の車体断面が異なるため、SR 車の中で最も金星を欠く固定編成、とも称された。しかし1980年代に入ると、非冷房ではサービス面から時代に合わないものとなっていた。一般利用者にとっては、釣りかけでも冷房がある7300系の方がサービスの良い車両だった。しかし名鉄には、冷房か改造、という選択肢はなかった。本当は5700系を大量に作りたいが、前述したように、名鉄には金がない。さあどうしよう、高く振り上げた。ゲフンゲフン、名鉄の得意分野、機器有用だ。その内容を詳しく見ていこう。種車は全42両。この動画をご視聴になっている方の中にはもしかしたら、こんなことを言う方がいるかもしれない。5200系って豊橋鉄道へ譲渡されたよね。はい、譲渡されましたよ。足回りは除いてね。それでどうしたのかというと、国鉄101系から、没収と、した、台車と主電動機を、話を戻そう。大体主要機器と言ったらこれくらいだろう。もちろんのことだが、車体は新造した。冷房装置はどこからも取ってこれないので新製。制御装置は、古臭い抵抗制御から改正制動が可能な開示点下0時制御にした。よって新製。冷房搭載、制御方式変更などにより補助電源装置に SIV を新製。主電動機は有用。台車もはじめは有用。コンプレッサーも有用した。こうして見てみると、結構新製してしまっている。しかしこの状態は、長くは続かなかった。一次車は1986年6月に登場。主電動機、台車、コンプレッサーは有用品を使った。二次車は1986年11月に登場。この時に有用した台車のうち、FS307 型台車についてはブレーキを片押し式から両下回式に改造した上で使用した。三次車は1987年11月に登場。三次車は FS315 型台車のボルスタ部分を改造して FS315A 型台車として使用したほか、コンプレッサーは5700系と同じ新造品の C1000 型に変更。もっかい言うよ。コンプレッサーは5700系と同じ新造品の C1000 型に変更。新造品に変更。新造品に変更。まさかのあの名鉄が無駄に金使っちゃったよ。まあいっか。
しかしこの会社、さらにあることに手を染めようとしていた。SR 車の120キロ運転である。5700系はブレーキ増圧工事だけで済んだが、5300系は有用台車がゆえに台車交換が必要だった。コイルバネ台車であり、乗り心地にも問題がある。台車交換しよう。でも全部交換する金と必要性はないんだよな。そういや5300の台車って、4両の先頭車だけ違う型使ってて、しかもあれなるみの人に不要なんだよな。ならばこうしよう。と言ったのかは定かではないが、次のように台車交換を行った。はじめに5300系4連を2本用意する。先頭車が FS307、中間車が FS315 である。新しい台車、FS550 を1編成分購入。片方の台車をすべて FS550 に交換し、捻出した FS315 でもう1本の FS307 を投下する。これで台車を各編成で統一できた。FS550 に交換した編成にはブレーキ増圧工事を施した。さらにコンプレッサーを C 線型に交換。まあ、FS315 も台車交換する前に改良してるから安心してね。この方法で4両編成6本が台車交換された。ここであることにお気づきではないだろうか。そう、4連は8本あるのに6本しか交換されてない。それと2連はどうしたのか。あまりの4両編成2本は全て交換。5309編成は当初 FS307 だったのでそのまま交換。5310、5311編成は当初から FS315 だったが全て FS550 に交換。元から FS315 だけのこの2本は交換しなかった。実は、この台車交換の結果が、車両の運命を操っていた。台車交換の際に、コイルバネ台車の FS315 型台車に統一され、120キロ対応にされなかった編成と、空気バネ台車の FS550 型台車に交換され、120キロ対応された編成の2種類ができた。2009年、5312、5313編成が廃車された。うち5313編成は、運転台部分を切り取り、5700系6両編成の中間車に取り付け、5700系5600型、5601編成として第3の人生を歩んでいる。他の車両と度合い値が異なり、運転台後部には座席がないので、見分けるのは比較的簡単。2010年5月に5302編成、5310編成が廃車となり、6月に5301編成が廃車となった。2011年度に入っても5300系の廃車は進み、7月に5307編成が、8月には5303編成、5311編成が廃車となった。2016年7月現在、これ以降の廃車はない。現在生き残っている車両はどれも FS550 型台車に交換された車両である。これまでの話を振り返ると、この車両は、最終結果がこの状態。有用部品は主電動機のみとなった。しかも、主電動機は直流直巻き整流子電動機なので、ブラシは定期的に交換する。そうとなると、有用部品は主電動機の空だけとなる。よって、現在在籍する車両は、完全新生車に非常に近くなっている。魔改造の銀色とは真逆だね。魔改造の銀色言うな。ご先形様だ。しかし、台車交換までしたにもかかわらず、最高速度が未だ110キロなのは明なことである。また、2両編成は現在1編成のみとなり、定期運用を持たない。特に単独で名古屋本店に入ると撮影者がそれなりに来ることはわからなくなる。この通り、一日も、テスト前なのにもかかわらず撮影に来ている。そして今年度、5300系廃車説がよく SNS 上で出ていたが、5300系じゃなくて6000系が廃車されましたね。5700系と共に講和船特急という花形運用をこなす5300系。それでも、はじめ42両いた5300系も現在残り18両、電車電動車だけあって、メンテナンスコストは他よりかかっているのかもしれない。そのため、5700系より確実に早く消えるだろう。1130系の記録も大事だけど、5300系のことも忘れないであげてね。これで5300系の解説はおしまい。お疲れさん、結構長かったわね。お嬢様、そこでなんですが、1030系については次回やりましょうか。言われなくてもそうするわ。そうなのか。もちろんさ。では、今回はここで終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。
次回は何かな？5000系様ではない。5700系様ではない。あと俺の写真取材派よ。ウプ主が撮ったので使えるのこれしかないらしい。なのに5300の写真は結構あるとかどうなっとんの？そうなのか。としか言いようがないんですが、それは。